おはようございます。加藤ムーブの小石川千恵です。イエーイ。本日は9月の16日水曜日です。さて、週も半ばのもう今日ですが、8月の28日にデビュー1周年を迎えさせていただいて、その時にトロ企画様からお花をいただいたんですね。その時のお花をちょっとあんまり上手じゃないんですけど、ドライフラワーにしました。本当にあんまり器用じゃない上に初めてやったので、そんなに上手にできなかったんですけど、すごく嬉しかったのでドライフラワーにしてお部屋に飾らせていただいております、というご紹介でした。トロ企画様ありがとうございました。それでは皆さんも今日も一日頑張ってまいりましょう。それではいってらっしゃい。